こんばんは。前回の続きやっていきます。さっき見たら王国のね、なんかねメールが来てました。青の陣営の1位同盟のところが一応このサーバーの、まあ、王様みたいになるのかな。来金で言うと、まあ、運営っていうか、多分その青の1位同盟の方が、まあ、管理していくっていうか、まあ、ルールを作っていくと思うんですけど、なんか募集してましたね。何かいい案ありませんかってね。だからどんどんみんながいい案出していけばいいんですけど、来金で最初行ったサーバーがあって、なんかね引っ越したんですよ。ライズオブキングダムってゲームで最初行ったサーバーはそこそこね居心地良かったんですよね。日本人が多くて、こういうゲームって他の海外の人もいるんですけど、で他の海外の人もうまくいってて、ただね戦争で負け出して、でそのサーバーに人がいなくなったんですよ。どんどんこうみんなが出ていって強いサーバーに引っ越すようになって、で自分たちも他のサーバーに移ったんだけど、その移ったところがあんま良くなかったんですよね。だからこういうゲームでサーバー変わりたいって思ってる人いると思うんですよ、今のサーバーが良くないって。でもよく考えないと引っ越し先がもっと悪かったみたいな。来金はそうでしたね。引っ越したところがルールガチガチだったんですよ。もうなんだろう、ゲームやってるのになんかいろいろ細かいルールがあるんですよ。戦争するためにも、なんか戦力を落とすために4000万以下にするために兵をわざと処分して戦力を落とせとか、なんかいろいろ指示が事細かに、で同盟もどんどんこう変えさせられるんですよ。場所が、要は徳川家康の国替えじゃないけど、どんどん国替えさせられて、どんどんこう変わんないといけなかったりとか、ルールね、多分今からできると思うんですけど、ガチガチじゃなきゃいいなと思ってますね。まあ、ただこの青の1位の同盟の方がすごく多分いい方だと思うんですよね。うまくいきそうな気はしてます。個人的には多分誰かが言うと思うんですけど、今こういう風になって、これ全体のマップですね。青と緑で、赤がちょっと今もう劣勢ですね。で青がセントラル取ってるからね、王国で多分王様で管理していくんですけど、PK イベントが多分あると思うんですよ。こういうゲームでね。PK をする地域を決めた方がいいかもしれないですね。ここ、例えば、この城の周りとか、都市があるんですけど、はもう PK 自由とかね。決めて、そこだけはもう PK が自由にできるように。あとは安全地帯にした方が、みんながやりやすいのかもしれない。だから、この都市の近くはもう全部 PK だから、そこ行った人はもう狙われちゃいますよ、みたいなところを決めてあげた方がいいのかもしれないですね。あとは、こと細かくルールガチガチにすると、ゲームなのにつまんなくなるので、そこだけがちょっと心配ですけど、多分そうなんないような気がする。来金はね、たまたま自分が映ったところがルールガチガチで、それでちょっと嫌になって、最近全然ログインしてないんですけど、ゲームしてて、なんかこう、仕事じゃないんだけど、面白くなかったらゲームじゃないじゃないですか。そこだけですね。今はね、相当って言って、自動でね、戦闘できるんですよ。こういう風に。もうちょっと今やってるんですけど、この、AP だったかな？うん。AP、例えば、584だったら、ギリギリ使うぐらい回数決めて、もう戦闘させて、あとはもう放置ですね。経験値とか強化石とか、あと装備とかを持って帰ってきますね。イベントは前回同様1周年記念やってます。ちょっとね、ログインあまりできてないので、全然できて、この花火マスターとかあんまりできてないですね。ここで、花火に変えて、こっちだったかな？打ち上げして、こういうね、アイテム交換していくんですけど、ちょっと全然できてない。これ最後まで行くんだったら課金とか言ってたけど、ちょっと行きそうもないですね。まだね、15ぐらいまでしか行ってないですね。今回は前回ちょっとやんなかったレベル21、ちょっとやろうと思います。負けると思うんだけど、で、やめなさいって言われるんですよ。4万6000だから。でもちょっとやってみたい。自分が、今3万8000ですね。いや、もういいんです。レベル20で、戦死者がね、1500ぐらい出たんですよ。どうだろう、3000ぐらい出るのかな。結構ね、兵作るのも大変なんです。資源結構使うんですよね。2500ね、結構やられた。あ、でもしかも負けた？あ、
敗北かよ。マジか。そう。くそ、勝てないのか。ちょっとの差のように見えちゃうんですけどね。レベルはとりあえず上げようか。これでアイテム使ってっレベル上げるとちょっと戦力上がるから100ね。あ、兵士100プラスいいよ。はい、これも上げ、これも上げようか。じゃあなぜ彼らは私の美しい外見しか見ないの。それとじゃあスキルも上げちゃおうか。レベルここら辺上げようか。パッシブいくら使うんだろう。720あげよう。これを、あ、違う違う、こっちだった、間違った。レベルアップでこれだ、24。ちょっとスキルをちょっと細かく上げていこう。これでいくつ。800。勲章結構使うんですよね。これで今兵どれぐらいになった。戦力39000か。まだまだだな。あとは時空の移動、時空の井戸っていうのはここですね。このランクでここ、これクリアすると兵士が増えるんですけど、90ね。8の6やんないといけないけど、ちょっと時空の井戸行きますか、じゃあ。ちょっとね、ハマってるんです。前回ね、クリアできなかったんですよね、8の。とりあえずこっちやるかな。最初は手動ですね、画面右下。よく自動って言ってますけど、手動です。あ、そうか、これ前回もダメだったね。とりあえずスキルは使っておこうか。 OKOK、 前回よりいいと思う。ここで自動で、このあともしこれに勝てれば向上戦だと思います。この画面右の白攻めがあると思うんですけど、ちょっと分かんない、負けるかも。うわー、いい勝負。あ、負けたか。ちょっとここがあれだな、今ハマってるな。そう、ダメだ。くー、ダメだった。あとはヘレネのまあ、かけらはあと40個集めて、星を7個にするか。かけらは、ここなんですけど、あ、焦点でも売ってるね。あ、ちょっと、まずこれ終わらして。これもね、来金でこういうイベントありました。これに全部もらえる。あ、ブリュンヒルド30個。これいいね。あら、ちょっと。千葉でヘレネがあったらそっちを買って、あ、ブリュンヒルドが出てるわ。マジか、いるよな、使ってるから。本当はここら辺買いたいんだけど、ちょっとねヘレネにしたいんで、これ違う、持ってるけどヘレネ、あ、直接召喚で、直接、あ、これか。大丈夫です。次回から表示します。出ないな、ヘレネ。あー、ブリュンヒルド。まあいいや。これ、上がるんじゃない？この、更新も決まってるんですよね、1日。ここに今、画面左下に70分の63って、70回しかできないんですよね。アイテムは画面の右上の、右から3番目の、この、今596個あるんですけど、これを使ってます。これ違うよな。ヘレネが欲しいのに来ないな。ブルンヒルド来るな。ヘレネなんですよ、欲しいのは。40個にして星7にしたいんだけど。君違うでしょ、また。なんで出るんですかね。お、来た。何個これ。ここか。
ヘレネだよ。今15ドルくらいかな。あと25かな。あ、ワープリングフィール。来るね。来た。来るね。あ、これ絶対、ブリュンヒルドは上がったと思う。あ、ヘレネもちょっと、あ、違う、こっちか。今何個 ?10 個。あ、あと何個 ?5 個ぐらいじゃない？なぜ彼らは。あと5個だ。オッケー。これはちょっと、これやってる間に出てきそう。来い来い。いやー、ちょっと根性がもうなくなってきてます。来い。来た。あ、違う、また違うやつじゃない。ちょっと来た。いいよ、これで、あれだ、ヘレネはあげれる。あ、こっちはまだなんだ。あと何個。うわー、これはもうまだあと23個いるわ。こっちはもう上がりました。なぜ彼らは私の美しい外見しか見ない。これでスキルもう一個覚えられるんで、これでセットしようかな。どれがいいんだろう。未使用のやつがいいよね。6秒前に自身と、一応回復系のやつも出してみようか。これで、まず外出てレベル21もやってみましょう。どうかな？いけるかな？ギリだったんですけど、さっき4万頑張れ、勝ってくれ。これぐらいしかないですね今。だって時空の移動もちょっとハマってていけないでしょ。レベル上げるか装備強化するか星のリアリティ上げるかぐらいですかね。ないですね。勝った？ OK！ いいんじゃない？何持って帰ったんだろう。ちょっとやっぱきついな。うわ、すごい怪我人が。うわ、HR プラスかな。残念だよね。 HR プラスだよね、うん、レベル21から SR のね装備を持って帰ってくるんですけど、今回は持って帰れなかったですね。じゃあもう一回今負けた時空の移動チャレンジしましょう。これね、これは画面英霊の右上の方のランクに関係あるんですよね。英霊の右上にこれですね、アッティラ右に11って、これが関係あるんですよ。あの時空の移動クリアして、ここを素材を集めて埋めてって全部揃えて次のランクにって感じですね。そうすると、ここだと兵の数増えるし、戦力も増えていくんですよ。攻撃力とか防御力とか。そのためにこのマップどんどんクリアしていって、できたら星3にして、まあ、スキップできるようにした方がいいですね。勝てるかな？さっきよりはちょっと良くなったけどな。スキルどんどん使っていこう。さっきより全然いい。いい、 5% ぐらいいい、さっきより。ここで自動回復。かな、勝てたな。いや、さっきよりいいな。相手も回復した。うわぁ、ちょっと。これ倒してもその後攻防戦があるんで、白攻めが。そこでやられそう。ここは勝つんじゃない？ちょっとしたことですけどね。来たー。ちょっと負けそうだけど。どうなの？いいよ。
勝ちそう。いける、きたー、星3だこれ。これでここスキップできるな。ここを押してこれですね、そーっと。そうするともう戦い見なくていいんで、スキップできちゃいます。10回だったかな、1日10回できるんだった。さっき1回と残り9回だったのかな。これ素材集まるんで、それがまあ英霊関係あるんですよね。いや、今回はレベル21の外の NPC 倒したのと時空の井戸クリアしたんで、よしとしましょう。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。